ロシア政府は北方領土をめぐる日本とのビザなし交流などを定めた協定を一方的に終了すると発表しました元島民からは怒りの声が上がっています1992年に始まったビザなし交流事業元島民らと北方領土に住むロシア人がビザの発給なしで相互に訪問できる枠組みですが再開は見通せなくなりました ロシア政府は5日ビザなし交流や元島民の自由訪問を定めた協定を終了させるとする政令を発表しました北方四島交流事業をめぐっては新型コロナの感染拡大でおととしから中止に今年3月にはロシア外務省がウクライナ侵攻を受けて日本が制裁を科したことに反発し平和条約交渉を中断するとともに いざなし交流と自由訪問を停止していました。今回はなんか今までやってきた七十七年間無駄になったのかなって考えるような感じもしないでもない。一方的でね、私が見たら一人弱りだなと思うんですよね。もう一回あのもう一回は行きたいし行けるとこう思って。 一方、ロシア政府は交流事業のうち墓参事業については触れておらず元島民らは今後の交渉の行方を見守っています。